平直君、はいえー、立憲民主党の本田平直です、えー、立国者の共同会派を代表して質問をさせていただきたいと思います、えー、私あの安倍政権の退出、えー、森友をかけ桜と続いてきました私物化そして隠蔽改ざん、えー、これも大問題なんですけどももう一つ、えー、これと並ぶ大きな問題である国家公務員の人事を この安倍政権第2次安倍政権の間、非常に恣意的にやってきたんじゃないか、そのことがいろんな不正忖度の温床になってきたんじゃないか、い逆に不正や忖度を生んできたんじゃないか、まあ、この問題について、今日は質問をさせていただきたいと思います。総理でも法務大臣でもいいんですが、過去、我が国では内閣総理大臣を務められた田中角栄氏が、えー、逮捕されました。 どこの役所に逮捕されましたか法,法務大臣森雅子君検察と承知しております本田平直君検察庁のトップは誰ですか役職をお聞きします法務大臣森雅子君 検事総長であると承知しております本田平直君。委員長、もうちょっと摘箔と当てていただければ幸いです。あの今日は、この内閣総理大臣を務めた方を逮捕する、まあ、日本の国でも一番大きな権力を持っている役職の一つだと思います。その検事総長という役職の選任をめぐる非常に刺激的なことが行われてるんじゃないかということについて、議論をさせていただきたいと思います。 まあそもそもですが、この安倍内閣においてはですよ、本来、いろんなこ普通の国家公務員の方も結構、恣意的な人事でひどい目にあっているという話を聞きます。しかし、人事は密室で行われるものですから、我々もなかなか証拠はありません。しかし、日銀の総裁、まあ、総理の思うとおりの異次元の金融緩和をやるために日銀の総裁の人事も変え、憲法違反の安保法制を通すために内閣法制局の人事を変え、NHK の会長、 まあいろんな、ここだけはやめてねと、ここだけは中立に、今までの流れでやってねというところを、相当私は恣意的に変えられてきたと思っています。それに加えて、最後の最後はこの私、検事総長、この人事を都合よくやろうとしてんじゃないかという話をさせていただきたいと思います。まず今回非常ににイレギュラーに黒川博文さんという東京高等裁判所検察庁の 検事長が少し静かにしていただきますご静粛にお願いいたします東京高検の検事長の定年が延長されました、まれ、あ、わはこれを、今、検事総長がなかなかお辞めにならない、検事総長が辞めるまで待って、この7月末か8月あたりに、検事総長に据えるために、前例のないこういう人事をしたと私は疑っています。それでこの黒川博文さんっていう、そこにいらっしゃる森政子法務大臣が、 えわざわざ前例もなく、まあ、違法だという話は後からしますが、やってる方、どういう評判の方かご存じですか法務大臣、森雅子君与党のやじにも言ってくださいね。はい、あの先ほど、注意いたしましまた古 <laughs> 川高等検察、検事長についてのお尋ねでございましょうか。 評判については承知しておりません本田平直君。私も、まあ、名刺をいろいろ調べたら、1回ぐらいお会いしたことがあるんですけれども、どういう評価を交換されているか、いろいろな報道によりますとですよ、官邸の門番、官邸の代理人、官邸の用心棒と、会社によって違うんですけれども、 こういう評価をされてるんです。あなたね、今、人事をやっておいて、その人の評判を知らないって言ってましたけど、こういう評判が、ネットをちょっと検索をすると、たくさん出てくるんですよ。事実かどうか分かりませんし、証拠はないですよ。ただ、人事をやるときに。ご静粛にお願いいたします。与野党ともにご静粛に。こちらのやじだけ言って、こっちのやじに言わないのやめてくださいよ。今いい申し上げました。それから先ほども申し上げました。こういうことを認識しないで、こんな違法とも言われる、 延長人事やったんですか法務大臣、森雅子君、えー、本田平直委員にお答えいたします。まず、違法との指摘は当たります。違法の話は後でします。あの今、違法ともいえる人事をやってというあのご質問ですので、ご質問にお答えをいたしました。違法ではございません。また黒川検事長については 報道やネット上の評判ではなく、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、法務大臣から閣議整理を行って、閣議決定をされ、引き続き勤務させることとしたものであり、ご指摘は当たらないものでございます。本田平直君。森政子法務大臣は、この方とはどのぐらいお会いをしたことがありますか。 法務大臣森雅子君え法務大臣は、えー、検察庁の、えー、具体的な事件には関わりませんので、えー、それほどお会いしたことはございません本田平直君。お会いもしないし、評判も調べないで、今回の人事をしたということでよろしいんですか。法務大臣 森雅子君法務大臣は検察庁法によって、えー、高等検察庁の検事長の補職を行うことになっておりますので、まあ、通常の人事においても、事務方から説明が上がってくれば、あ私は了としております本田平直君。誰からの上がってきたんですか。 法務大臣森雅子君これは通常もそうでございますが、具体的な人事については、詳細のお答えは差し控えさせていただいております本田平直あの私ね、国民の皆さんにまずちょっとお伝えをしたいんですよ、このね、安倍政権になってからの検察、すでにですよ、このおかしな人事がこの夏にこの人が検事総長にならなくても、まあ、この人が、 官邸の用心棒って言われている理由もこれなんですけど、不起訴の連続なんですよ、おかしな話が。まず、小渕優子元経済産業大臣の政治資金規制法違反、数億円の資金が、まあ、安倍さんの問題で今やってますけど、数億円ですよ、こっちは。これ、で、秘書は、証拠になるパソコンドリルで穴を開けて、この話、ご本人は起訴されず、秘書が二人起訴されただけ。松島緑、 元法務大臣、うちは選挙区で配った話も不起訴。甘利明、元経済再生担当大臣、<laughs> UR 都市再生機構への口利き疑惑、大臣室で50万円、事務所で50万円、合わせて100万円受け取った、このことも、2016年6月、不起訴。<laughs> そして、下村博文、元文科大臣、 いろんな容疑で告発をされてるんですよ。で、でもいろんな容疑の中で私が一番問題だと思うのは、例の加計学園からのパーティー券に200万円、不記載、不起訴ですよ。そして極めつけは、この安倍政権の中で一番私が頭に来てる森友学園。これの、あの、佐川信久元財務局長、国税庁長,長官。この人はじめ38人。 基礎なんですよもうね、続きすぎて、私、一個一個昨日ね、これ、リスト作ってて、あのときもっと一個一個にちゃんと怒っとくべきだったと思うんですよ。これね、こんなに、まあ、ちっちゃい話だと、このせつい先日の上野博史厚生労働大臣政務官、外国人労働者留在留資格口切疑惑、どこ行ったんですかつまり 我々の国税を大量に使って、今回審議している予算委員会の予算にもたくさん検察庁の予算を取っているじゃないですか。あなたたち何仕事をしてるんですかそして、あなたが今度検事総長にしようとしている、この人はこの間ずーっと法務行政の中止にいたんですよ。法務省の官房長であり、法務省の事務次官。このね、この安倍、第二次安倍政権になってからの検察の仕事ぶり、 森法務大臣、どう評価するんですか法務大臣、森雅子君、えー、まず、えー、本田員があなたが今度、検事総長にしようとしているというふうにおっしゃいましたが、それは事実ではないので、否定をさせていただきます。 またさまざまな個別事件について、案件を挙げられましたけれども、あの検察当局の事件処理について、まあ、そのお時期、それから担当官についても私、いい法務大臣として所管を述べることは差し控えさせていただきます本田平直君。私だってですね、一つ一つの事案に詳しいわけじゃないですから、この中にはどうしても証拠が集められなくて、何でもかんでも起訴すればいいって言ってるわけじゃないですからね。 勘違いしないでくださいよ。それ、そんなことを政治家が一個一個、そっちも圧力かけたらだめだけど、こっちだって圧力かけちゃだめだと思いますよ。だけど、この7年間、こういうのが続いてるんですよ。そのことを言ってるんですよ。その前に、森法務大臣、事実じゃないって言ったら、この人を検事総長に、この7月末から8月にかけて、しないってことでよろしいですね。 法務大臣森雅子君やじがうるさいんですよあ<の>委員与野党ともに静粛にお願いいたしますこれからやる検事総長の人事は法務大臣にございません,ん本田平直君どこですか法務大臣森雅子君 先ほど申し上げましたが、法務大臣は東京高検の検事長の補職を行いますけれども、検事総長については内閣による任命となっております本田平直君。今回の、私は違法だと思ってますけど、違法で異例なあの検事総長、63歳で本当は定年しなきゃいけない人、もうあと3日か4日ですよね、この、えー、延長を決めたのは、 あなたが内閣に上げたから、決めたてきの説明きましたよ。あなたが正義してるじゃないですか。内閣が最終的に決めたけど、検事総長も一緒なんじゃないんですか。法務大臣。森。雅子君。あの野党ともに、ご静粛にお願いいたします。いえ、今回の検事長のですね。えー 任期の延長について、私からあの内閣に正義をいたし,ましたいやだから、検事総長の手続きはそうじゃないんですかって聞いてるんですよ。本田平直君。検事総長の場合も同じじゃないんですか法務大臣、森政子君。 今回はあの任期の延長についての正義をしましたけれども、先ほど、検事総長の任命については、内閣において行うというふうにお答えをしておりますじゃあ、本田平直君。提案、正義はしないってことでいいですね、あの内閣が独自に発案して閣議決定するということでよろしいですか法務大臣、森雅子君。 任期の延長については今回、整理をいたしましたけれども、検事総長の任命についてはですね、まあ、その手続き、だから、本田平直君。森法務大臣、森法務大臣、ちょっと人の時間、無駄にしないでくださいよ、あの、整理しないですねっていうことですよ、だから、内閣、最終的に決めるのは内閣だけど、あなたは今回、延長だけだとして、そんなつもりないって言ったんだから、 この黒川さんという人を検事総長に、この7月末から8月に内閣に政治することはないですね。検事総長の人事としてってことを言ってるんです。法務大臣森昌子君。お答えいたします。先ほど本田正直委員平直、ね。平野です。平野。申し訳ございません。お名前間違えて申し訳ございませんでした。本田平直、あの委員、あの。 訂正ししお詫びをいたします、えー、本田平直委員が私にご質問したのは、あなたが今、検事総長にしようとしているというふうにお話になりましたので、今、検事総長にしようとして、正義をしたわけではなく、私は後見の検事長の任期延長を正義したというふうにお答えを申し上げたわけでございます本田平直君。 あの両,両方からの規則発言、しあのお,お静かに、質問者困りますし,しないってことで、いや、しないって答弁はできないってことでいいんですか、7月末から8月にするかもしれない、しないかもしれない、みんな疑ってるんですよ、こんな異例の人事をしたのは、ついまあ、今、検事総長を務めている方が辞めて、その公認するためにこうしてるって疑ってるから、そうじゃないと言うんだったら、そう言ってくださいよ法務大臣、森政子君。 黒川の後見の検事長について、任期を延期したことが、将来の人事についてを理由とするものではないかというご質問でございますが、先ほどお答えしましたとおり、今回の任期の延長は、検察庁の業務遂行上の必要からしたものであって、将来の人事についてを理由にするものではございません。本田 平直君ゆっくり読まないでください、国民の皆さんにぜひ覚えておいていただきた,たいんですがあの、7月末から8月、オリンピックでにぎやかなときに、この黒川博夢さん、個人的に恨みはあるわけじゃないですよ、一生懸命やってきた部分もあると思います、長いキャリアの中で。しかし、こういう恣意的な形で官邸の番人だなんだと言われている人が、こういう異例な人事を無理やりやって、私はこれから違法って話もしますからね。 この7月末から8月に検事総長にならないことを心から祈りたいですよ。日銀総裁だ、内閣補正局だというね、総理も聞いてください、お願いしますよ、滅分内であの。独立性がほかよりいると思いませんか、総理。こ,こ,こういうところは、そんなことが総理大臣さえ逮捕できる権限があるんですよ。こういう人の人事を、あんまりご利用しな前例のない形で裏技使って、私は違法だと思いますけど、森大臣の言う通りだとしても、裏技なんですよね。 こういうことをしない方がいいと思いませんか、総理内閣総理大臣、安倍晋三君。あ<の>まあ日本人行の総裁についてはです、ね、まさに、えー、まあ3本のやる中で、えーああの、じゃあ、えー、すみません、やめますあの、国会の御承認をいただいたという,ということでございますが、あのまあ、人事についてはです、ね、まあくあまで一般論として申し上げれば、まあ、検察官の任命,はです、ね、任命権は法務大臣または内閣にあるところでありますが、その任命権は適切に。 運用されるべきものだと考え本当にですねこの、ぜひですね、こんなイレギュラーな形で、無理やり人事をねじ曲げるようなことしないでほしいんですが、違法という話をします。で、森雅子法務大臣は一応、法律家ですよね、まあ昨日から私を疑ってるんですが、あの今回の反論が山ほど今、ネットで出てます。 法律私は残念ながら、一応法学部出ましたけど、森政子大臣のように優秀じゃないので、司法試験を受かってません。まあ、だからといってですね、ああいうき能のような素人を煙に巻くような、ふざけた答弁をしないでほしいと思うんですね。今回みたいに、100歩譲って違法かどうか分かれるような判断をするときに、この国家公務員法の解説を書いた本、一条一条に解説が書いてるんですよ。これ、ちゃんと見てからやったんですよね。 法務大臣ですね、ほ本大臣法務大臣ですね、はい法務大臣森雅子君国家公務員法、そして検察庁法の条文にのっとり、決定をしたものでございます本田平直君。当たり前のこと言わないでくださいよ。 質問に答えてくださいよ、これ見たかって言ってるんですよこれってなんですか、築城国家公務員法という、法務大臣今、これしか出てないらしいです、国会都市場に確認しましまたよろしいですか、示して。法務大臣、森政子君。はいあの、私なりに該当部分は読んだつもりでございます。 本田平直君まあこれね、専門的すぎて、分かんないかもしれないですがこの解釈によるとですよこ、こういう解説本が、しかしこれ、今、国会図書館に確認したら、今出てるのは1個だけです。で、法務省の皆さんも裁判のときにはこれ持って使ってますよね。で、これにはどう書いてるかっていうと、本条の規定により、勤務延長が認め,るも認められるものは、全条第一項の規定により、 定年で退職することとなる職員であると書いてるんですよ。ということは、検察官、東京高検検事長は含まれないですよね。延長ができないじゃないですか、法務大臣、森政子君。 はい、これにつきましてはです、ね、検察官は一般職の国家公務員でありまして、えー、検察庁法は特例として定年の年齢と退職時期の2点を定めております。そうしますと、定年制を取ったということになります。そうしますと、今ご指摘の条文が当てはまり、勤務延長について、一般法たる国家公務員法の規定が適用されるものと理解されます。本田平直 そういうふうに森政子法務大臣のような人が、法律家であることを傘に来て、素人をだまさないためにこういう本があるんですよ。この本には反しているってことでいいですね。あの大臣はそれを主張してください、今後とも。この今、1冊しかない解説書のさっき読み上げたところには当てはまらないってことでいいですね。だけど大臣は、この解説書の、もういろいろあるから、ここは間違っていると、違う解釈を取るということでいいですね。法務大臣 森雅子君ただいまご説明したとおりでございますけれどもあの、勤務延長につきましては、一般法たる国家公務員法の規定が適用されるものでございます。他方、勤務延長について、検察庁法上、規定が設けられているかと申しますと、特段の規定が設けられておりません。 これについてですね国家公務員今、ご指摘の国家公務員法ができた後に検察庁法に検察庁法32-2であったかと思いますが、特別にその特例である条文が挙げつらわれております。その中に先ほど私がご指摘いたしました。22条つまり。 定年とその退職時期、これが誕生日ということになっておりますが、それが特例であると書いてあって、それ以外がですねえあの特例であるということであれば、ここに条文が載るはずなんでございますが、そこに書いてない。 勤務延長については、国家公務員法の規定を使わないということが特に記載されておりませんので、一般法の国家公務員法に戻りまして、勤務延長が適用されると理解されます本田平直まあ総理秘書官が揃ってうなずいててです、ね、感じ悪いんですけど、あの私、これね、法律家の中でもたくさん利,利権があ,のありますよ。 あの大臣の読み方おかしいっていう人たくさん出てますから、これ今後もね、まずね、そもそも政治的におかしい、プラス違法なんですよ、でね、最悪言ってもこれまでこんな前例ないんですよ、仕事の途中だから定年できないなんて言ったら、どんな各国国民も定年できなくなるんですよ、よっぽど特殊な、その人しかできない、そういう業務をやるときだけ定年が延長される、それを本当、本来は定年の延長なんか禁止される検察官に持ってきて、7月末から8月に、 検事総長の人事を恣意的にやろうとしているというとんでもない話なんで、ぜひやめていただきたいということを強く私は申し上げておきたいと思います。いいです、もう。さてあの、ちょっと私ですね、小泉大臣にあの議論したかったことがちょうどあるんですよ、1つあの。5分しかないんですが、去年、ちょうど1年前、大臣、この部屋に来てですね、あの統計偽装で、 大問題になっているとき、統計偽装の質問をした後に、国会改革について述べたんですね。で、質問も受けない大臣が、ここに1日いることなんて、国民のみんなおかしいと思ってると言われて、私、そこの席で聞いてて、この人、一、まあ、つそういう国会改革って、そういう考え方もあるけど、非常に予算委員としてずっとここに座ってる人間からしたら、なんか予算委員会の場を、ちょっと馬鹿にされたような気がしたんですね。で、だだ大臣ね、今、座られる立場になって、質問ない日もあるかもしれません。 どうですか私ね、実は結論を言うと、あんまり無駄だと思ってないんですよ、ここに皆さんがいていただいて、質問、今日は森さんにしましたよ、森さんの言ってることが、目を泳いでないかとかね、おかしくないかとかっていうのを、僕は国務大臣である皆さんに聞いてほしいんですよ、だって皆さん、検事総長の人事、閣議決定で、反んを押するんだから、だからね、小泉大臣ね、あのちょうど2月4日なんですよ、1年前、あのずっと座ってるっていう、いやさ、大臣だけじゃないんですよ、与党の皆さん、質問も。 質問も答弁もないけど、1日7時間座ってるけど、それって無駄ですか国務大臣、小泉進次郎君国会改革について、今、大臣という立場でどこまで申し上げるべきかというのはありますけれども、国会改革に対する思いは私は変わりません。ただ、今、本田議員がおっしゃったように、 一日七時間予算委員会に座っていて大変勉強になるそこも間違いありません。ただですね世界の中であらゆる議会がありますが総理大臣そして外遊が仕事の主な部分でもある外務大臣世界の中でもこれだけ議会に出席をしているという国もそうはありません。そしておそらく世界の議会の中で。 全閣僚がこれだけ質疑のあるなしに問わず、座っているということが求められていることもあまりないというのも事実ではないでしょうか、引き続き、そういった問題意識を持ちながら、私、今、大臣として基本的質疑等、この中に座って先生方の議論に耳を傾け、問われたことには答え、その責務を果たしてまいりたいと考えております。本田 平直君私、小泉さんが出された国会改革の案もいろいろ読ませてもらいましたけど、結構、1日に委員会と本会議があったら、日数をまとめて書いてたりです、ね、あの実は総理とこうやって質問する機会っていうのは、10月にちょっとやって、11月にちょっとやって、そこからようやく1月の末にやってもらってるんですよ、小泉大臣。あのこっちの立場から、それからその前は、半年間こういう機会を作ってもらえませんでした。 2月、3月だけは皆さん、予算を通そうとして、こうやって並んでいただける、貴重な機会なんですよ、だから去年もそうでしたけど、あんまりねあの、この大臣の皆さんに伝えたくてやってる部分もある、与党の皆さんにもたまには頷いていただきたいと思ってやってるんです、一生懸命。だから、あの質問者と答弁者だけいればいいみたいな単純な、ね、あの発想じゃない国会改革の議論を今後もしたいなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。それでね 大臣ね小泉大臣、せっかく座ってたから感想を聞きたいんですよ、ここの並んでる方ね、もう総理の言ってることおかしいって、ああ麻生さんと茂木さんはもうすっかりね、一心同体ですから、あのもう時々、もう高市大臣が困った顔されてるのがね、非常に高市大臣は常識がおありなんだなと、あの総理がね、募ると募集は違うとか言ったときのね表現、コラムにも出てましたよね、高市さんがこれは反応したらあかんと。 あの思ったんじゃないかって、コラムニストの方が非常に素敵なあな、ここずっと高市大臣、映ってるんですよね、だから高市大臣の表情がずっとテレビで NHK で映ってて、ほかは冷静なクールな高市さんが、総理が変なこと言うと困ったなって顔されてるっていうのは、なかなかあのコラムニストの方が素晴らしいなと思ったんですけど、小泉大臣ね、ニューオータニの領収書が1枚も出てこない、そして総理の事務所は総理にとって有利な証拠なのに、それを1枚も探そうとしてくれない。これね こっちちででで騒いいる私たちがおかしいんですかしんすねあの早くこのネタを終わらせて、先に行きたいんですで、その重要な証拠はニューオータニの,あの領収書、配ったのを1枚でいいから見たいんです、でそれがあの、今ないまではいいんですけど、探す努力もしないっていうことで、本当に悔しい思いをしてるんですけどで、一番まともな感覚をお持ちだと思うんです、この中でねあの多分ですけどね。 まあまあ森大臣がお持ちじゃないことは大体い今日分かったんですけど、小泉大臣、ぜひちょっと、どういう感想を持たれてます、この総理の答弁。国務大臣、小泉次郎君あのまず大臣としてですね、ほかの閣僚、総理も含めて、その方々の答弁を論評する立場にはありません。 ただその上で今桜を見る会のお話がありましたが総理大いに反省をされているということで何度も答弁していますそして環境大臣としては桜を見る会が開催をされている場所である新宿御苑が環境省の所管です今年は見送りということになったようでありますが仮にさまざまな今までの議論の中で反省点を改善をされてそして再開を もし同じ場所で、新宿御苑でやっていただくということになれば、より国民の皆さんに理解が得られる形で、環境省としては、新宿御苑の魅力をしっかりと伝えていきたいと考えております本田平直君。あの事実、明らかにならなくてね、あの領収書も出なくて、反省もなんも至らないんですね、そのことぜひご理解をください。そして検事総長のの任命今今回森政子大臣の強引な方法で 違法とも言われる状態の中で、延長された方が7月末から8月に、この内閣の閣議で決定されないことを心からお願いして質問を終わります。以上です。この際、後藤祐一君から関連質疑の申し出があります。岡本君の持ち時間の範囲内でこれを許します。後藤雄一君